93.0 AM 1242 日本放送です。ナイツザラディオショー、時刻はお昼の1時を回りました。日本放送お聞きの皆さん、こんにちは。ナイツの土屋伸之です。花輪伸之です。水曜パートナーのメープル超合金安藤夏です。お願いします。お願いします。ああ、ちょっと声が出ないんですね。花輪さんがね、もう声潰しちゃったんですよ。声潰しちゃって。年末年始。あららら。昨日はちょっと鼻声で、はい、まあやってたんですけど、うんうん、その夜の収録の時、夕方ぐらいからもうね、うん、声があんま出なくなって、その収録がまたちょっと歌うやつでね、え、もうスタッフさんも無理しなくていいですよって言ってたんだけど、花輪さんちょっと頑張って歌って、うん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 、そしたらもう今朝、うん、全く声出なくなってて。でネタ番組でしたね、今朝。朝ネタ番組。お正月のもう、はい、朝のネタ番組、ね、オンエアの収録。浅草演芸ホールのテレビ東京のお正月やってる。ネタがもう全く、うん、もう変なとこで笑いが起きちゃって、はい、ガッサガサで。ガッサガサで。あの最悪でしたね。どうすんだろうね。あれどうすんだろうね。ああ辛いですね。でもね。4月も2日オンエアですけど。カットをしてほしいとは思ってんだけど、なんかあんまり。そんな感じじゃなかったよね。なんかそんな全カットはされないでしょ。だって収録したんだし、ね、まあ一応ネタもやりきったからね。うん、ただそのまあなんかよりによってそのなんかちょっとなんだろう、全く笑いの起きない花輪さんがこう漫談でずっとこう熱く語るみたいなね、うんうんうん、そういうネタだからね、ところがあって、うん、笑いもなくやって、で最後そっからね笑いに持ってくってネタなんだけど、うんうん、その、ね、ネタ振りの段階でもう変な笑いが入っちゃってね。うんうん、ただなんか声の調子が悪いからボケないのかなみたいな。調子が悪い、そうそう、声が出ないのも笑いが起きるし、うん、出たら出たで、うん、ちょっと出るようになったっていうなんか笑いが起きるして、見守られた感じがずっとみんながそういう感じでお客さん見てる中でネタ、まあ最後までやりきったけどね。そしたらさ、その後さ、うん、出てきたウエストランドも、うん、そうそう、井口が、ね、なんか井口が声飛ばしちゃったの、うん、あらららら、うん、井口がもうネタもその喉も潰れちゃってて、うん、いやもうだって優勝してから多分ずっと張ってるし、うん、そうそうね、きっとやっぱみんななんかやっぱちょっと体調が、唯一喉飛ばしていいの河本だけだからねそんなことないでしょ。河本が喉潰れてたら面白かったんだよね確かにお前の方が喉潰れてんのかってのはちょっと面白かったんだけどね、まあ、あるなしだけ言えれば別に最悪フリップに書いてくればいいんじゃないですか違いますって言ってそうじゃないネタが、だからその花輪さんがやっぱね、うん、なんかね声出ないので、うん、なんかちょっと調子がやっぱ狂ったのか、うん、やっぱ俺もあの今まで一回間違えたことないとこ間違えちゃって、ね、そこからものすごい変な、うん、負のループになって、うん、東京ホテイソンもネタ飛ばすし、そうなんかみんなそうね、どっちかがなんかね、そう声潰してたり、うん、どっちかネタ間違えたりみたいな感じで、すごい収録になってましたね。唯一濃密だったのが三四郎ぐらいじゃないですか。三四郎調子良かったね。調子良かった。俺って今日の三四郎の漫才今までで一番面白かったと思う。仕上がってたよ。あ、そうなんですか、ね。いつも早坂営業の時はね、うん、もうなんか、徹夜のラジオ明けでね、うん、もう全然調子出ないけど。コンディションが良かったんですよ。良かった。毎週コンディション悪いよ、三四郎が。涙がいっぱい出て変わったんだよ、小宮が。ウエストランドの優勝でね、うん、生まれ変わったんじゃない、ね、みんな優しいんですよ、楽屋とか行っても、はい、大丈夫とか、うん、そので三藤さんとかももういいよいいよ、もう喋んない方がいいよとかさ、うん、でロケット団もなんかずっとこの龍角散ダイレクトすぐくれたりとか、うん、倉本さんもなんかこうこれがいいらしいよとかスマホで教えてくれるわけ、うん、それでまあでもお客さん知らないじゃないですかこの声なのは、うんうん、舞台上がるとそのお客さんうわみたいになるんだけど、お客さんも優しいから、うん、あれなんだけど、その、あのフワちゃんが、大丈夫かな、うん、みたいな顔で見てた。客席にね、フワちゃんが。あのフワちゃんが、うん、フワちゃん優しかったですよ。無理しなくていいよ、みたいな感じで見てたんですね。そう。ちょっとしばらくしたら声出ると思います。はい。大丈夫ですか？大丈夫です。朝それ、終わって9時半ぐらいに終わったから、うん、その間にまた病院行ったんでしょ？今病院行ってきて、うん、で、ちょっと声出るように、うん、なんかしましょうっつって、うん、すごい、協力的なんですよ、そこが。うん、もう年末年始ね、みんな楽しみにしてるから、うん、漫才やってくださいっつって。うわ、素敵。こんなんじゃ休むんじゃダメです、みたいな。うん、だから、もう注射打ってきてさ、今。だから、ちょっとそれが効くのが、
2時間後ぐらいって言われたから。終わるじゃん。うん。今日3時まで。で終わり。予定では2時、うん、2時10分ぐらいにすごい喋れるよ。黒コップの途中ぐらいかな。じゃあ、黒コップの後半で、やっと声が、喉が、喉がね、うん。無理しないでくださいよ、本当に。やっぱり、こう、これがね、喋る仕事だからさ、なんか難しいよね。他の動きとかがない芸だから。そうそうそう。だから、ちょっとなんか、いつもより、なんか、オーバーアクションになってたもんね、今日。これなんか、ね。あ、そうか。ネタがね、俺が伝わんないかなと思って。ああ少しでもと思ってね、そうそうそうアクションで伝えようと。なんかアクリル板叩いたりとかさ。ああ そ, ういうそうだね、ほんとね。やってたけどね。ああしんどいですね、でもね。そうだね。でも昨日、まあ昨日の、もう一昨日は全然平気だったんだけどね。ね昨日かな。昨日は鼻声ぐらいになっちゃうんだよね。ブヨブヨになっちゃう。喉が喉がブヨブヨ。喉がブヨブヨになっちゃう。え、みんな喉ブヨブヨじゃないですか。え、そういうことじゃない。あ、やっぱそうだけどね。カチカチの人はいないけど、ね。うんなんかね、これ、写真見せてくれたんだけど。膨れちゃってんだ。膨れるの。で、腫れ、赤くなってない。腫れたりと違う。なんか少しこう、はい、ふにゃってなっちゃって、なんか腫れない。声が腫れなくなるらしいんだよね。ちょっと辛そうだね、今日は本当に。辛そうですね。何まま喋んない方がいいかもね。いや、喋れますよ。いや、いい、いい、いい。本当無理しない。菅野智之とね、原生死亡。そんな話だったらいい。うん、それで、すり減らさないでください。声潰してまで話すことじゃないよ。すがもともいくと原因。おとといやった力字が原因ですよ。力原因にしよう。いや力字のせいだろ。源泉が子供生まれたからお祝いしたかったから、それもあったんだけど。力字のせいで潰れたの。いや、力字で力字はんないけどね、声。声はんないけど。時間帯が良くなかった。時間帯が良くなかった。やっぱり、いい出会いって、そういう時はサスケとかさ。あ、サスケ見た？見た。体を動かすだけじゃ。すごかったね、サスケ。すごかったですね。まだ見れてないんですよ、サスケのさ、だから今回40回記念だから、うん、もうオールスターがマジ全員来てて、その長野さん、あのコンピラ丸の長野さん、カニ漁の秋山さん、とか、あの、ガソリンスタンド山本さん、で、山田勝美、うん、出た、うん。で、さらに20年ぶりにケイン小杉が出てきて、48歳で、初も最年長記録で、ファーストステージクリアしたのよ。すごっ！ケイン小杉のファーストステージクリアめちゃくちゃかっこよかったよね。もう、セカンドステージも、もうな、ほとんどミスないんだけど、遅いから落っこっちゃったけどでしょ。いや、すごいね、やっぱケイン小杉さんって。すごい。かっこいい、マジでスターだと思う。世界のスターだね、やっぱケイン小杉。すごかった。すごいな。感動した。やっぱりなんかリアクションが面白いよね。なんかつかちゃんがさ、ABCD の、初めてなんかどっかをクリアした時にさ、財産になったな、財産に。ヤジがさ、いいね。財産になったぞ、財産。すげえ。よかったなぁ。ガソリンスタンドの山本さんとかも、ね。山本さんね。そうです。唯一解禁の人でしょ。だってもう6年ぐらいずっとファーストステージクリアできてなかった。で、ケイン小杉さんと同い年の。そしたら二人とも、行った、ファーストステージ、6年ぶりクリアって、48歳からね、すごいですよ、最後のさ、ファイナルステージさ、あれ、行かない時あるじゃん。あの時に、もう、すごいよね、セットだけ無駄になっちゃうってことでしょ。まあ、今回はそのファイナルステージ、まあやったけど、ファイナルステージまで行かない年があるんだよね。あるよね。ある。その時はもう、ずっと常設じゃないでしょ、あれセットは。そうですね、バラストじゃないすごいよね。確かに、あ、そうか。そうよ、誰も何にも使われないまま。それこそ、サードステージにも誰も行かないとかあるかもしれない。そうですよね。あるんだ。で、ファイナルステージ、昨日さ、もう一番最後のさ、森本、サスケくんがもう、すっごかったじゃん。めちゃくちゃ欲しかった。だからもう、最高だよね、作った人からしたら。あの45秒の設定と。絶妙だったってことだよね。絶妙だった。本当に。あんなんないよ。だってさ、ちょっとだけずれてたんだよね。もうタッチが。だから森本くんが大きかったら、多分クリアしてんだけど、大きいと重いから、そうそうそう。また不利じゃん。大きい人みんなね、途中でのそれは。みんなやっぱり落ちちゃうから。すごいよね。よくできてるよね。そうね。あれ、リハーサルとかって誰がするんですかね。リハーサル、まあまあ。やるだろうからね、絶対。絶対、そうじゃないですか。スタッフさんとか、まあ、スタントの方とか、多分使うと思うんですけど。みんなクリアしてるのかな。そうね。クリアできるかできないかの。スタッフさんはできてないでしょ。
やっぱり今までのやっぱそのサスケくんとかそのこれ中野さんと完全制覇した人たちのあれを見て作ってると思うけどね。あ、そっか。大道具さんとかもう余裕でクリアできるかもしれない。ですか。大道具さんとかも。じゃあ出ろよ。いや、出てオールスターに入れよ、そしたら。まあ、大道具さんが作るからね。そうそうそう、微調はするでしょうけど。黒虎入ればいいじゃん。黒虎。山田軍団。山田軍団、山田軍団、黒虎。団長ね。すごかったよな、山田軍団の人も。ね、うん。山本だっけ。山本すごかったね。あれさ、あれ、あの、ファイナル行ったら、うん、次からまた厳しくなるんだっけ。そういうルールだっけ。あ、何、そういうのあるの。要するに、あの、完全制覇者がいたら、うん、あの、難易度が上がるとか。次から難易度が上がるんじゃなかったっけ。そうね、確か。そうじゃないと、だって、もう完全制覇しちゃってるから。うん、まあ、そうだね。だからもう全然違うじゃん、昔のサスケと。ね。進化して。もうほんと数センチ上げるとか、そんぐらいのことなんでしょうけど、でもその数センチの壁がすごいんでしょうね。絶対無理だよね、あれ見てても。いけんじゃないですか。適当に言わないでもらっていい。いや、これがね、その、まあ、わかんないっちゃわかんないんだよね。あれやっぱほんと対策をちゃんと練っている人が、行くっていうか、でちゃんとやっぱその黒虎とか、そのなんか山田勝美さんに弟子入りしたりとか、家に あの作ったりね、作ってしまう人のところに行ってみたいなので、ある程度のとこまでは行けるんじゃない。だって毎日やってるんでしょ、あの春田なんとか靴屋さんの人、靴屋のね、あの営業の人とかね、兄貴毎日やっててすごいな。そう、毎日やってんだよ、屋上のとこに練習して、うん、作って、はあ、すごいよな。すごい、春日が全然ダメなんだね。あれで、あれで、いや、いや、あれで変な落ち方するの、うん、いつも春日って、春日があの時だけ本当運動神経悪い芸人みたいな落ち方すんのよ、アメトークみたいな落ち方すんだよね。必ず入るもんね、春日って。そうですね、聖夜春日とかね、わかんないんですよ ね、うん、ね、いや、すごいな。見たことあるサスケは。あ、もちろんあります、もちろんあります。ビデオ撮ってあります。うわ、やっぱり、はい、なっちゃん出たいとか言ってたんで、うん、そうそう、ファーストステージのあの、はい、池のあるじゃないですか、その、うん、あのなんていうの、反り立つ壁、反り立つ壁じゃん、うん、あのステップでやって、ああ最初のね、はい、もう本当あそこ足ぐねんなければいけるかなとか思って。そんなレベル。反り立つ壁いけないって絶対。いけないですかね。足いけないかな。斜めで足ぐね、斜めだからって足ぐねっちゃうような人はそれダメよ。ダメですか。その先でもうすぐ終わり落ちると思うけど。ダメか。それはね、足首だと思うんだよなあれ。問題は足首かな。はい。もっといっぱいある関門は。うん、ありますけどね。丸太とか。ああ。そうだし、そのドラゴンスライダーとかね、その運転みたいなのが、うん、シャーって流れてって。そうそうね。あそこで、あの、結構何人も、ね。あれと難しいよね。そう。自分、懸垂っていうか、その棒にぶら下がれる時間が2秒なんで。うん、普通の固定した懸垂で2秒でしょ、はいはいはい、2秒だって、そしたら。2秒なんで。いけっこないじゃん。ぶら下がってないじゃん、もうそれ。え掴んだだけじゃん。2秒。本当に、もう2秒です。2秒じゃ無理だって、それは。無理なんですよ。パー系は余裕だよね。まあ、持ち上げるとか、ね、そうですね。人を抱っこするとか、そういう系は。水泳水泳できます。潜水だと、うん、15メートルぐらいいきます、ね。はい、結構いけんな。サスケのパワーバージョンみたいなのないのかね、うん、ちょっとパワー寄りの、もっと。もっとなんかその。持ち上げてみたいな。うん。ほんとラグビー選手とか。ラグビー選手とかね。なんかアメフトの人とかが、なんか強いやつとか。つまんないよ、多分それ。つまんない。つまんないよ。見てても多分。パワー系、うん、パワー系は。でもあの、なんかこの、今年なんか特番でやってたあの、力士対芸能人のやつ。あ、野田くんが出てたやつですか、うんうんうん、マジラブの。あ、あれも、なんだろう、その、なんか、誰かと対決するってことでしょ、うんうんうん、だから、パワー系は。の、サスケみたいな、チャレンジ、うん。チャレンジ系だとなんか地味じゃん。アトラクションは違うか。うん、あ、そう。なんかもう、4人ぐらい見たらもう飽きない、なんか。ん ?4 人ぐらい見たらもう飽きない。同じことだ。ダーン、そっか。ぶら下がり系がないときついかよ。きついよ。なるほどね。ちょっと普通の動きじゃないですもんね。普通の人ができる動きじゃないから。もう死ぬときだからね、その。
潰されたりとかね。パワー系の。そう、パワー系。だから上から押してきたやつを耐えられるかとか。そうだね。そう、失敗はもう死ぬ時だよね。そうですよね。隣り合わせですね、それは。全部命がけでやるっていうね。失敗が面白くない。そういった疲れみたいな。そうだな。すごいよな、やっぱり。すごいよ。運動神経。うん。サスケか。特番ね。特番面白いね。この時期。そうですね、いっぱいありますね。年末年始、実家帰ったりするんですか？年末、一応帰ろうかなっていう感じではあるんですけど。はい。一日ぐらい？一日ぐらいは。はい。え、皆さん帰り、あ、どうするんですか？冬休み。冬休み？いつもないからね、冬休みは。あ、そうだ。ずっとあれだ。ずっとなんだよね。ずっと出番ですよね。そうそう。あ、そっか。お年玉は準備されましたか？お年玉ね。うん、年玉の準備。サンドイッチマンさんがもうみんなに配ってたな。早いな。早い。早いよね。忘れちゃうんで、サンドさんがさ、サンドさん正月休み取ってんだよ、最近。だからもう、今日が最後で、はい、明日がなんか休みだっつって。で今日の現場が生放送だったから、前までね。その生放送の時にいつもこう、なんか、そうそう。相手、お互い子供の、なんか年、お年玉渡すみたいなやってたんだけど、それが収録になったら、その年末に渡してくるようになった。そう。ああ、そっか。忘れちゃったね。用意してない。用意してなかったね。うん。でも、三が日までですか、お年玉は。どうなんだろうね、あれもね。あったらっていう感じですもんね。でも、合いますもんね。その、まあ、元旦とかその出番とか。そうそうそう。そうね。絶対に。何日までとか、特にないんだろうけど。あげてる？お年玉。会った人にはあげますね、後輩とかだったら。あ、そうなんだ。ちゃんと用意してね。そうです、一応。うん、でもそんなに、会う、その、舞台やってない、うん、上がってないので、そうだね、あんまり、うん、まあ遊べば。渡すってことですもんね。そんなに、そもそもね。寄席芸人って異常に合うもんね。お正月に、人に。二重で渡しちゃうときないですか？ああ。渡した人に。二重で渡したっけな、ないか。ない。うん。だその寄席の方は、なんか、ちゃんと、まとめて、あれだもんね、教会に渡してるから。それがあるから、まだね。うん。名前は書くんですか？宛名？なんていうの？誰みたいな。その、だから、落語芸術協会の、協会員の人はもう分かんなくなっちゃうから、書くわけよ。向こうも分かんなくなっちゃうから。だけど、その、国立演芸場とかで、いろんな前座さんとかに会うじゃん。その時になんか渡すのはさ、もう名前書いてないんだよね。もう会った人に渡す感じになってるから。それもう分かんない、それは。そうそうそう。ね、わかんなくなるよね。考え方いっぱいいますもんね。そう。今またマスクしてるから誰に渡したかってちょっと。確かに。わからないままってことあるかもしれない。そう。2回目、2周目回ってくる子もいるかもしれないね。向こうは気づいてて言わないですね。僕もらってないですって言い張って。そういうやついるらしい。たけし軍団とかね。そうなんですか？昔いたらしいよ、たけし軍団。たけしさんわかんないから、つって。なるほど。そうそう。あ、じゃあそういう現象が起こるんですね。そうだね。ね、メールでね、とっちん塾女さん。今年最後の水曜放送ですが、ナイツさん、ナツさんの一番の思い出は何でしょうか？ちなみに私はこんな感じです。ね。上げていただきました。2022年の初放送で、ナツさんが2キロ痩せるだけで話題になっていたのに、年末には筋トレの成果で14キロも痩せててすげえ。忘れてた。そう。すごい。でも全力坂をやって肉離れにもなった。かっこ良くなったでしょうか。ね。そしてメープル超合金ラジオショーが実現して嬉しかったけど、カズレーザーさんとトレンディ高橋さんがふざけすぎててカオスだった。楽しかったですけどね。イケルッショのコーナーにイケルッショメールが来なくなって、ナツさんが切れてコーナーが終了した。最悪だ。そうでしたね。プルダックポックンミョンとパニプリを覚えた。ああ、確かに。確かにね、これ水曜日の今年の。いや、パニプリパーティーめちゃくちゃ楽しかったですね。パニプリやったね。パニプリ。パニプリパーティー。ここで。やったよね。そうだ。すごい。いいんだ、とか。あれな、結局何が一番美味しかったんだっけ、パニプリは。マヨネーズとあんこじゃん。ああ。そうだ。そう。あれ本当に美味しい。マヨネーズとあんこ。あんこってうまいんだね。相性が、本当生まれて初めて美味しいなっていう相性でしたね。ね。でもあれを、
でもスイーツっつってやるとちょっと違うんだよね。うんまあ、パニプリでやるからいいんだよね。うんうん、多分そうだと思います。うん、いや、美味しかったな、パニプリ。いや、美味しかった。今年だけでも結構あるね。結構ありますね。あの、うん、あれは肉離れの方はだいぶ良くなったんですか？あ、だいぶ良くなりましたね、うん。あの、ダッシュはちょっとまだあれですけど。もう全力坂やらないでしょ。全力坂はもう、はい、個人的にやるのはもう、うん、はい、今後。やめて。やめました。そうだよね。はい。うん、まあだいぶやっぱ良くなった。良くなったっすね。うん、もうなんかいろいろ壊れたんでしょ。ウォーターサーバーぶっ壊れたり。いやなんか今年壊れたり、すごい、今朝もなんかバイクで来ようと思ったら、もうバッテリー、うん、まあでも交換時期ではあったんですよね。うん、もう動かなくて。バイクエンジンかかんなかった。かかんなくて。あ、や、あ、これやっちゃってるっていう音がして。うん、でもタクシーで普通に来て、うん。で、その前はウォーターサーバー壊れて、とか。で、その前は、まあ、パソコンと Wi-Fi が繋がんなくって、うん、ちょっと仕事ができなくて、日本放送の会議室をお借りしたりとか。Wi-Fi？ Wi-Fi が、うん、なんか、全然よくわからない。壊れたというか、今は繋がってるんですけど。うんうん、全部あれだね、壊れると、ほんと、なんか一気に。嫌なやつだね。生活がね。はい、一気に来ましたね。ウォーターサーバーってどこが壊れるの？ボタンを押しながら、うん、押し込むレバーがあるじゃないですか。わ、うんうん、かります、うん、そのボタンが、あの、奥にガシャっていっちゃって、戻らなくなった。戻ってこなくなった。最悪じゃん。なんかもう、お湯しか出てこなくて。ずっとお湯のスイッチが入ってるような感じなんだ、うん、そうです、そうです。もう、ああ、それは嫌ですね。もう、すごい嫌だよね。交換しましたけど。あ、交換したんだ。しました。うん、なんか、一気になんかいろいろ。肉も壊れるし、肉離れもね、肉離れもありますし、花輪さんの喉も壊れるし、喉壊れてさ、最後にね、はあ、でもなんかそれで今クリスマスプレゼント長女の、はい、なんか毛糸で編むやつみたいのを、うん、あるね、なんかそういうやつね、リリアンですか、そういうやつでも、うん、おもちゃ届いたんですけど、はい、このこういう L 字型のプラスチックが4つあって、うん、でこう縦型のプラスチックが18個で合計22個っていう、うん、もう説明書に書いてあるんだよ、うん。で、数えたら22個あるんだけど、うん、L 字型のやつが3つで、こっちが19個だった。ああ。間違えてんの？間違えてんの。だからこの L 字型が4つないと、四角の編み物ができないから、うんうん、もうすっごいテンション下がってる。つらっ。それでも、いや、この、L 字のやつじゃないやつで丸い編み物にしたらって言っても、うん、もうなんか一個ないことがもうすごい嫌、うん、で揃わないから、どうすんの？それでもサンタさんからもらったやつなんでしょ？ん？俺買ったやつ。いや言ってくださいよ。サンタさんだって。いやいいんだよ、それ別に、うん、各家庭のやり方が。俺は買ったやつ。いいんだよ別に。そこのコール売り地はしないよ。コールセンターに電話しなきゃいけない。現実的フィンランドとかじゃないんだ。そういう話じゃないんだ。これがサンタさん、それがサンタさんだから。たまたまクリスマスだけだったから。じゃあコールセンターで電話して終わりじゃん。コールセンターで電話しなくて。うん。それで終わりじゃん。だよね、これね。こういうの、ね。かわいそうに、うんそ。こんなことあるんだね、この L 字型がね。ねえ。一個間違えてさ、届くことなんてさ、うん。手作業で詰めてるんですかね。手作業詰めてるのかな。いや、あるよ、そんな間違い。あるんだ。おもちゃの故障とか、そんなの。クリスマスプレゼント、じゃあ、もらいました、サンタさんから。もらいました？もらってないですか？奥さんとか。奥さん？いや、俺はもらわないよ。もらわないですか？子供だけ。大人になったらもらわないでしょ、もう。え？奥さんにあげたりしないですか？あ、かみさんにあげてないな。え？俺絶対嬉しいですよ。あ、そう。そう。うん。あ、やば。やば。子供のことしか考えてなかった。いや、でもまあまあ、そうか。そうですよね。でも自分はマフラーもらいましたよ。あ、本当？編んでくれて、そのずっと一緒にいるスタイリストの子が編んでくれて、うん、ああいいね、嬉しかったです。で、編み方も教えてもらって、うん、もう途中でわけわかんなくなって、もういいってなってやめましたけど向いてなかった。向いてない、編み物向いてなかった。絶対無理です。そうなんだよね、向き不向きあんだよね。女の子がみんなできるわけじゃないんだよね。はい、すごい。だから、あ、こんな大変なことをしてくれたんだっていうので、ね、そうだね、すごく嬉しかったですね。なるほど、うん、自分でやってみてね。いいって、もうほどいて、もうほどいて目がわかんないってなっていや、あれすごいと思うよ、本当に。本当すごいですね。そうだよ、その子にもあげたの。なんか
はあの毛糸をプレゼントしました。毛糸、はい、雨って意味じゃないですか、したら。で、その子も編んで、うん、あの可愛いマフラーを作ってました。ここでお返しみたいな感じですね。はい、いや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  ね、もう声もだいぶ出てきたもん。あ、すごい。出てないでしょ。それではそろそろ行きましょう。全然見てない。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready?The Radio Show! 改めましてこんにちは、ナイツの土屋のべきです。まだべきです。水曜パートナーのメープル超合金安藤夏です。ナイツラジオショー、今日は3時までの2時間の放送になりますが、最後までお付き合いください。この後のニュースター発掘しましょう。ではスタジオに芸人を呼び、お呼びしてネタを披露してもらう、うん、今年最後のネタバトルスペシャルです。はい、お互いの劇場のプライドをかけた戦いを繰り広げます。今日は冷蔵庫マンさんと八幡薫さんがやってきます。うん、あ、すごい。八幡さんさっき見ました。あ、髪を下ろして八幡さん一瞬後ろ姿、俺三浦淳さんかなと思ったんですけど、ね、じゃあ、私服でしたけども、ね、どんなネタをやってくれるのか、2時台はゲストショー、今日はキングオブコント2022ファイナリストのクロコップが登場です。リスナーの皆さんからのメールお待ちしております。宛先なっちゃんお願いします。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com rs はラジオショーの頭文字、アルファベット小文字で、ツイッターはハッシュタグナイツラジオショーをつけてつぶやいてください。メールが採用された方には漏れなく、その他抽選で5名の方にラジオショーオリジナルグッズをプレゼント。それではナイツラジオショー、この後3時まで生放送です。お聞きの番組は FM93 AM1242 ラジオで聞いても、ラジオで聞いてもラジコで聞いても、ラジコで聞いても日本放送です。ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私はデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなったため仕方なく。返し終えたのは5年前。過払い金は借り入れが少なかったため関係ないと思っていたんですが、間違っていてもいいかと電話を。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このようにクレジットカードのご利用経験者に現金が戻るかもしれません。あなたも対象か、無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。伊豆下田では12月20日から1月31日まで水仙祭りを開催。透き通った綺麗な海と純白で甘い香り漂う水仙の群生が一足早い春を演出。金目鯛や伊勢海老などの海鮮グルメもおすすめ。今度のお出かけは温泉でゆったり伊豆下田へ。継いだそばから笑みがこぼれる、それが白鶴丸。いい笑顔に丸、白鶴丸。飲酒は二十歳になってから。ここで東京ガスからお知らせです。2022年も終わりが近づいてきていますね。何かと忙しいこの時期、大掃除は東京ガスに任せてみませんか？キッチンや浴槽といった水回りやエアコン、トイレなど豊富な組み合わせのセットメニューをご用意。単品でご注文いただくよりも、水回り3点セットは 20%、 4点や5点セットなら 25% お得。また水回りセットは独自の研修を受けたプロのスタッフが2人体制でお伺いするので、作業時間が通常よりも短くなり、忙しいこの時期におすすめです。東京ガスのハウスクリーニングはウェブで簡単に注文でき、事前の見積もり訪問も不要。ぜひこの機会にご検討ください。詳しくは東京ガスハウスクリーニングで検索。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。
代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル0120-10-10-10-10-10-10にお電話を。続いて日本放送交通情報です。警視庁の原さん、お願いします。はい、お伝えします。圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは、日の出インターと青梅インターの間の青梅トンネルで乗用車同士の事故のため4キロ半渋滞しています。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近で12キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の内回りは小菅で乗用車同士の事故のため平井大橋まで4キロ半渋滞しています。この影響で6号線の下りは堀切ジャンクションで1キロ半の渋滞です。日本道路交通情報センターの原でした。原さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分頃お届けします。スポーツ伝説のナビゲーター、滝本さなです。スポーツ、それは努力と挫折の繰り返しのストーリー。アスリートの栄光の裏側には隠されたドラマがあります。スポーツを彩る様々なストーリーと感動を伝えていく番組、スポーツ伝説は月曜から金曜の夜9時50分からです。三四郎のオールナイトニッポン年越し初笑いスペシャル2022から2023、毎年恒例の大型お笑い特番、今年もやります。今回は驚異の5時間30分、去年より20分伸びています。前の日にレギュラー放送もあるのに5時間30分。放送は大晦日の夜11時半から。劇場、それは芸人にとって仕事場であり、憩いの地であり、そして聖地。劇場に立つために芸人は日夜ネタを磨き、そしてそのネタをお客さんに披露する。芸人の喜び、芸人の涙、劇場は芸人の全てを知っていると言っても過言ではない。劇場を愛した芸人たちは自らの劇場を背負い、他の劇場の芸人と戦うようになった。劇場の覇権を制するべく争う、世はまさに劇場戦国時代。今日2組の芸人が己のネタを引っ提げ、ラジオショーのスタジオで激突。芸人としてのプライド、そして劇場の誇りをかけた戦いが今始まる。ニュースター発掘しましょう。さあ、このコーナーは世間ではまだ知られてないけど面白い芸人さんを紹介して、この番組から未来のスターを発掘しようというコーナーです。そしてただネタを紹介するだけではなく、芸人さんの聖地でもある劇場にフォーカスしてお送りしておりますが、はい、今日も東京劇場専門、はい、安藤夏さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。一人あの声が出ないので、ね、あ、そうですね、我々が少しでも頑張んなきゃいけないということで、ね、はい、頑張りましょう。私もナレーション、はい、頑張りました。ありがとうございます。今日はスタジオに来てもらって生でネタを披露していただき、ちょっとお話も聞いてみようかと思います。そして最終的にどちらが劇場愛にあふれていたかを決めていこうと、うん、いうことで、まあ前回と同じく負けた劇場は勝った劇場の領地を奪われます。はい、はい、困りましたね。勢力図スタジオに貼ってますけれども、東京新宿から中野あたりギュッとしてますね。そうですね、今のところみんなの辺なんですよ、はい、今のところジグザグギャバホイ、うん、小中くんが天下統一に近い状態ですかね。そうですね、あ、できるのかな。どうなるんでしょうか、う、今回の戦い、はい、まあ、時間もないので、じゃあ早速一組目の芸人さんネタ披露していただきましょう。一、はい、組はこちらの方です。わはは本舗所属、冷蔵庫マン。ひえひえい、冷蔵庫マン参上。ひえひえい、おい、やっと来たよ。夢叶ったよ。だから今日はな、とびっきり寒いダジャレ持ってきたからな。覚悟しろよ、暗い冷蔵庫じゃん。
ブドウ巨峰ジョーク、ブドウ狩り、おい俺のバイクでブドウ狩り行かねえか、エンジン調子いいんだよ、ちょっと聞いてくれ、ブーブーブドウ巨峰どうだ、ただ大きい声出してるだけだろ、ゲッ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 だった絶好調と続けていくらい、冷蔵庫ジョーク、じゃあこれいくかな、ウィロージョーク、ねえ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 、ウィローの歌って知ってる？え？これ名古屋の名物だからご当地ソングみたい、うん、うん、日本全国大ヒットしたの。誰歌ってんの？島倉千代子さん。人生いい、ウィロー、ウィロー。男もウィロー、ウィロー。入って拍子ですよ。女だってウィロー、ウィロー、ウィロー。打ってます。じゃあね、ウィロー、ウィローって言ったらナイツさんとなっちゃんがウィロー、ウィローと返してください。いきますよ。人生いい、ウィロー、ウィロー。ウィロー、ウィロー。男もウィロー、ウィロー。ウィロー、ウィロー。女だってウィー、寒いただ歌ってるだけだろ、やめろ、そんなあったかい空気出すな、そんなあったかい空気になったらポカポカして俺はストンパーになってしまう、ポカ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 よしポカ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 ポーポカ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 、なんだって61歳命がけでもただはしゃいでるだけだろ、寒い戦いは終わった、人々は凍りついただがな、また笑ったらすぐ出てくるからな、じゃあなバイバイ、ということで冷蔵庫マンさんです、最高だよ、ようこそ、いや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 、久しぶりですね、久しぶりですよ、いやもう生で久しぶりですと、もう冷蔵庫シワシワじゃって、シワシワですよこんな、なんとか生きていかなくちゃいけないと思ってこれもう一回もボロボロですよ、いやこれ9代目です、9代目9代目でこれ、うわーすげー、そうなんですよ、ですよね、いやツイッターにね、ザ・ナイツラジオ戦出るのが有名なんだって書いたの、うんうん、フォロワーも少ないから誰も見てないと思ったら、スタッフの方が見てくれて、じゃあすごい、いいですよということで、いやいやいや、冷やしに行きました、冷やしに行きました、これでもちょうどなんか焼津かなんかに一回出させて、そうね、その時ぐらいにできたと思うんですよね、僕この時にもう多部さんが超笑ってて、うん、もう飯塚超いいやつ見つけたなみたいなこと、だから本当ちょうどその時は母の公演ね、そうそう、なんかゲストで出させてもらってた時期に、そう、飯塚さんがちょうどこれ見つけて、やって、その時の田部さんの笑いを信じてしまったんですね。ずっとやって、17年、17年そこから、もうこれで行くぞって思っちゃって、すごいな、すごいでも、今だもう61です、61ですね、もう還暦超えてたんですか、超えましたね。もう知らないや、もう還暦盛大にやろうと思ったら、もうこういう状況になっちゃったから、もうね。でも一応、もう、でも頑張ってやれてんで。で、今日冷蔵庫の中になっちゃんいる。なっちゃんもいるし、もうナイツもいますよ、これ。ナイツもいる。あ、ナイツ、あ、すごい似てる。前ね、出た時に、前ビデオ出た時に、この、なんか、いつで連動って言って。そうそうそう。はいはいはい。なっちゃんね。いや、なっちゃって。すごい。え？なっちゃってるね。なっちゃってる。なっちゃってる。なっちゃってるね。裏に。寒い！里芋。里芋。里芋ですよ。里芋だ。なっちゃんがいつも実家から、なっちゃんの実家から送ってくる里芋。ああ、嬉しい。なっちゃんち行ったら、あ、今ね、お料理出すね。里芋煮たの、さっと芋出すね。お、寒い。いいですね。ね、いいね。よかった、これ。書いたからもう持ってこなきゃいけないと思ってこれ嬉しい。でもなんか最近すごい地下芸人っていう言葉がなんかまあ流行ってるというか、結構いろんなところ若手も言うようになったじゃないですか。でももう元祖ですよね、言ったら地下芸人っていうか。そうですね、一番最初ぐらいに言われましたね。本当ですよね。そしたら今ね、売れてない人全員地下芸人になっちゃって、だから区切りがないからどうしたらいいのかなみたいな。地下何階なのかってことです。そうそうそう、地下何階、いいこと言うねこれね。地下何階ってのあるね。そう、何階ってやっぱり低いほどいいんですか。え、深いほど、深いほどいい、深いほど濃いと思います。濃いですよね。ね、でこう上がっていくほどにテレビに近くなってくるから、そうですよね、露出がだん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 薄くなっていくわけですよ。そう、もう三人とも分かりますよね、薄くなっていくのが。薄くなっていく、それ頼むわこれ。俺どっちか分かんないもん。わかんない。両方行っちゃってくるさ。もう、
地下25階ぐらいです。いいこと言うね。20何階ね。いいわ。潜伏期間がやっぱ違うからね、人と。そうですよ。で本物の。でも潜伏してても楽しいのよね。楽しいですか、やっぱり。楽しいの。ああ、まあそれがすごいですね、やっぱね。何よりですよ。ああ、本舗の、だって、安田健さんの真似を最近やってるってこと。やってますね。安田健さん似てますよね。安田健さんがすぐもうツイッターでもう、やっぱりツイッターって、見てないようでみんな見てんですよね、これ。そうですね。すぐありがとうございますって来て。あ、そうそう。本人から。ほんと。すごい。すごい。で、この前、小沢義行さん、小沢誠二さんの息子さんをモノマネしたら、もう間接的に、どうもありがとうございました。はい、すぐ、それ冷蔵庫ももう、メーカーの名前とか出してやれば、いっぱいくれるんじゃないですか、冷蔵庫とか。メーカーの出した、名前出したら、テレビ出れませんって言われましたね。ダメなんですよ。ダメなんだ。一回、冷え冷えってここに書いてたら、他のメーカーの名前に見えるから、これはやめてくれって言われて。じゃあ、やっぱり大人の企業はちゃんとクレーム出すんですね。大人の企業はね、そうですね。だから今日はね、劇場の、やっぱこう、派遣をかけた争いなんですよ。はい。冷蔵コマンさんが、一番思い出の劇場って何ですか、これは。大須演芸場ですね。これは意味わかんないんですよ。大須っすか。大須名古屋。何年前だろう、もう、6、8年前かな、正月興行に呼んでいただきまして。嬉しいと思って、担当の方から電話ありまして、ご相談あるんですかって、何ですかって言ったら、お正月から冷やすもなんですが、なんか違ったマンありませんかねって、だから、鏡餅マンっていうからですって。冷蔵庫はちょっとって言われて。そういいじゃん、意外だよ。冷蔵庫はちょっと、ストレートすぎるんで、なんかお正月っぽいないですかねつって。でも、鏡餅マンでいきますよつって。つきつきみたいなことやったんですか、どういう。鏡餅これがストーブじゃなくて鏡餅になって、鏡餅もち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 言ってるだけじゃん、これ。あ、すごい音したよ、年賀状、あ、元旦になったよって、どんな音って、元旦つってね。ね、もーち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 って、どっちみたいな、寒いって言うね。すんなりできそうですね。もう、じゃあちょ、これで、一組目、じゃ冷蔵コマンさんは暫定ボックスの方に移動していただいて、はい、二組目を。ありがとうございました、イエーイ。いや、すごいですよ。さすがですね。伝説だね、やっぱりね。キングオブ地下芸人が来てくれましたけど、さあ、続いてのね、芸人さん、準備よろしい、よろしいでしょうか。いきますよ。それでは、2組目の芸人さんです。どうぞ。グレープカンパニー所属、八幡薫。え？今何時？都知事。小池理子でございます。よろしくどうぞ。はい。やはりですね、私3期目を目指しまして、3期目を目指してですね、こういうものを今日持ってきました。はい、こちらですね。こんな小池都知事は嫌だ。ね。こういうふうにはなれないようにしようということですね。こんな小池都知事は嫌。行きましょうかね。はい。まずね、東京23区、すべて言えないね。新宿区、ね。豊島区。ああ、ね、自分の選挙区しか出てこないってね。嫌ですね。ね、はい。こんな小池都知事は嫌だね。はい。イエスマン、ね。マスクはつけた方がいいですか？ですよね。マスクはつけない方がいい。ですよね。ね、ソーラーパネルはつけた方がいい。ですよね。ソーラーパネルはつけない方がいい。ですよね。ね、自分の意見が全くないっていうね。嫌ですね。こんな小池都知事は嫌だね。はい。夏はクールビズだと言って、清水で会見するね。汗ばむわーっすね。くしゃ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 。汗ばむわってとこだけ取らないでください。くしゃ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 。嫌ですね。はい。こんな小池都知事は嫌だ。ね。目が悪い初老たちが視力を向上させようと緑に群がってくるね。まあ、緑は目に優しいからね。つってね。近寄ってこないでくださいよ。なんかいい匂いもするね。なんて嫌ですね。こんな小池都知事は嫌だね。命綱なしで、素手で都庁を登るね。都知事が登っております。ね、これが私のロッククライミングなんつってね。嫌ですね。はい。で、こんな小池都知事はいた。本当の顔を誰も知らないね。家に帰ると、ムギギギギーなんつってね。すごい顔が出てきたんですね。バカ野郎つってね。以上でございます。ご清聴ありがとうございました。トミーファースト。はい、ありがとうございます。顔が痛い。顔が痛いよ。ヤタコールさんです。顔が痛いよ。失礼します。
いやー、矢野さんもね。ありがとうございます。もう、もう相変わらずですね。頭が。このコーナーに送ってくれた時のネタ覚えてます、はい、堀井裕二さんのネタですね。あ、なんであれをやろうとしたの？いや、なんかちょっとやってみたんですよ。そういえば、堀井裕二さんっているなぁと思う。似てると思ったの？似てるなと思って。似てると思ったんです。あとは、簡単かなと思ったんですよ。サングラスかけて、あと短い。ずらかつけたらできるなと思った、うん、でお手軽だと思ったんです、ね、お手軽だと思ったんですよ。でもめちゃくちゃ似てましたもん、ね、たそしたらそう思いのほか似てましたね。はい、やばいわ。ありがたいことに、他に今モノマネレパートリーでその昔はあの、うん、ね、あの峯岸さん、はい、やらせていただいて、やられたりしましたけど、最近はちょっと宮崎美子さんをちょっとね、うん、やっていこうかななんて、宮崎美子さんもいけるか、あのどうのマネですか。まあ、もうやってるのが、ピカピカに光ってた頃の、宮崎吉川さんといって、本当若い時の、ね、若い時の。水着着て。水着着てね。はい。あとでも最近のやっぱクイズの女王と言われる、うん、ところもですね、やっていこうかなと思って。うん、何かつけてピンポンっつって、うん、ね、お掃除機を買いに来て、ピンポンっつって、うん、ね、まあ、答えるっていう、ね。で、まだ、あまりネタは、詰まってないんで、今、スッと出てこなかったんですけどね。いろいろね、今試しているという。第3弾写真集、半熟、ちょっとこれ持ってきましてね、うん、え、写真集、写真集です、まあ、自費で写真集持ってんの。自費でね、こういうこともあろうかと思いまして、でもただこれはですね、まあ今も第3弾も作ったんですね、うん、第2弾はなんと半熟加賀屋の加賀くんが撮ってくれたんですよ。彼らめちゃくちゃね好きだから、そう、写真本格的なね、本格的な写真を撮ってくれて、撮ってくれてたんですよ。写真集出した、写真集ね、はい、あれちょっと結構セクシーな、結構頑張って。何それこれ何何これ全身黒タイツで、これ何やってんですか。いや、なんかこう攻めた感じのパンクな私を。いや、キャタツ。ちょっとセクシーなところもね、あったりするんですよ。なんで濡れてんだよ。いやこれね、思い出の劇場じゃ短く。思い出の劇場は。あ、まあ、紹介していただけたんですけど、はい、プーク人形劇場ですね。プーク人形劇場ね。はい。なるほど。はい、あそこで。はい。いろいろ思い出が。新宿ですもんね。ということで、じゃあ、二組、あだかろさんでした。はい。さあ、暫定ボックスには冷蔵庫マンさんがいます。ヒヒエイ、ありがとうございます。さあ、それでは、安藤先生、これはどちらのコンビが劇場愛にあふれていたのか、どっちだ、勝者を決めていただきたいと思います。どっちもがいいな。どっちもがいいけども、ここは決めなければいけません。はい、戦国時代ですからね。お願いします。それでは発表お願いします。勝ったのは、はい、冷蔵庫マンさんです。イエイエイ、なっちゃんありがとう。イエイエイエイ、大宣言場、大宣言場で急に、そう、持ちのネタを作ったっていうところの思い出もね。たけしさんだよね、あれは。あれ、そう思ってましたか。あ、ごめんなさい、なんかちょっと入っちゃってましたかね。ちょっと入っちゃった、出ちゃったんですか。バカ野郎って出ちゃうんですかね。言っちゃってましたか。すいません、ね、すみません、はい、ということで負けてしまった、プーク人形劇場、またカオルはですね、はい、生まれて吸収されてしまいました。吸収されてしまうんですか。新宿が、はい、もう冷蔵庫マンさんの中に吸収されてしまう。ヒエヒエイ、やだ、ヒエヒエに負けてしまったね。天下統一に向けてね、冷蔵庫マンさん頑張っていただきたいと思います。ということで、以上、ニュースター発掘しましょうでした。はい、ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ0120-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらのカードをお使いですか？札幌。あの人気 CM 大人エレベーターがトークセッション番組としてポッドキャストで配信中。その名も声の大人エレベーター黒ラジオ。各ポッドキャストアプリで大人エレベーターと検索してぜひ聞いてみてください。
飲酒は二十歳になってから。司法書士法人中央事務所から現金が返金されるかもしれないお知らせです。自分には関係ないと思わず1分ほどお時間をください。あなたの財布のクレジットカードから現金が返金される可能性があります。どういうことかというと、キャッシングの返済時、知らないうちに利息を多く払ってしまっていて、それが現金として戻ってくるという話なんです。そんなうまい話あるわけないって思いますよね。でも実はこれ、法律で認められた本当の話なんです。対象のカード会社はなんと100社以上で、普段使っているあの有名ショッピングモールやデパートのカードも対象なんです。他にもスーパー、ネットショッピング、交通系、コンビニ、銀行のカードも対象です。手続きをご依頼いただいた場合、カード会社とのやり取り、難しい手続き、すべて中央事務所に任せることができます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。まずはあなたが受け取りの対象なのかだけでも、試しに電話で確認してみてください。確認後はすぐに電話を切っていただいて構いません。周囲に知られることもなく、しつこい営業電話もありません。クレジットカードをお持ちの方は無料の確認ダイヤル。0120-10-10-10-10-10-10-10-10-10にお電話を。続いてハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さんお願いします。はい、こんにちは。お伝えします。この年末年始も鎌倉はたくさんの人でにぎわいそうです。鎌倉で商売繁盛の御利益で有名な本覚寺では、お正月三が日と1月10日に鎌倉恵比寿が行われます。三が日が初恵比寿、1月10日が本恵比寿で、全国から参拝客が訪れます。本覚寺は鎌倉駅から歩いて5分ぐらいのところにあります。景気が良くなりますようにと、おみきや縁起物の福笹が販売されます。境内には福娘さんたちが登場して、恵比寿様と福娘で華やかなお正月のムードになるということです。本覚寺といえば三角屋根に特徴がある恵比寿堂が有名ですが、夕方からはライトや提灯が灯って幻想的な雰囲気にもなります。鎌倉七福神巡りの一つ、恵比寿様の本覚寺、願い事が叶うお守りもたくさんあるようです。新年は福を呼ぶ鎌倉恵比寿でスタートしてみるのはいかがですか。横浜のスタジオから田中さんにお伝えしました。田中さんは、はい、あのサスケどのぐらいのステージまで行きました、ね、お酒あのビールにコップ、ビールコップ1杯ぐらいもう声が出てないから、声が出てないんで、お酒声が出てない大丈夫です、大丈夫ですか花輪さん。大丈夫です大丈夫だと言ってます。お大事にしてください、はいはい、田中さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。中外製薬プレゼンツ、坂本理沙のヘルシーメルシー、皆さんの健康的な生活を応援していく月一のスペシャル番組です。元日の夜7時から放送。ゲストは明石家さんまさんです。そんなアホなこと、ほんまや。違います、原口秋政さんです。めかっちゃった。時刻は1時53分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク遠藤さんお願いします。はい、お伝えします。日本サッカー協会は今日、サッカーワールドカップのカタール大会で日本代表をベスト16へ導いた森保一監督の続投を決めました。4年後の2026年にアメリカ、カナダ、メキシコで共同開催される次のワールドカップへ向けた新体制でも引き続き指揮を取ることになります。次に、冬型の気圧配置の影響で年明けの1月2日頃から7日頃にかけて強い寒気が流れ込み、北日本と東日本の日本海側を中心に平地を含めて雪が強まる可能性があります。予想には幅がありますが、正月をふるさとなどで過ごした人の U ターンラッシュに重なることから、気象庁は最新の気象情報に注意するよう呼びかけています。そんな中、岸田総理大臣は今日午前、年末年始の降雪に備えた関係閣僚会議で、国民に最新の気象情報や道路交通情報に留意し、必要な備えをしてほしいと呼びかけました。また必要に応じて自治体に除雪費の支援を実施する方針も示しました。政府においては
では、自治体が財政事情で躊躇することなく道路の除雪を迅速に行えるよう、必要に応じ国による除雪費の補助の追加、特別交付税の交付により支援に万全を期してまいります。会議には谷防災担当大臣や斉藤国土交通大臣らが出席し、岸田総理は鉄道や高速道路、電力などの事業者や自治体と緊密に連携するよう指示しました。それから新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの見直しについて、政府が来年の3月から4月をめどにインフルエンザと同等の5類に引き下げる方向で検討していることが分かりました。流行第8波の感染状況を見極めた上で年明け以降判断します。医療費の公費負担は継続する方向で検討していて、当面は無料で治療を受けられる見通しです。三菱 UFJ 銀行や三井住友信託銀行など大手銀行が来月適用する住宅ローンの固定金利を引き上げる見通しとなりました。日銀が大規模な金融緩和策を修正し、事実上の利上げに踏み切ったことで長期金利が上昇したことに対応します。来月適用される分はあさって発表する予定で、長期金利と連動している主力の固定型10年などを引き上げる見込みです。おしまいに、千葉県成田市にある成田山新勝寺で今日、1年間に寺に納められたお札を燃やし、ご利益に感謝する年末恒例の納め札お焚き上げが行われました。お焚き上げは本尊の不動明王の分身とされるお札を知恵の火炎と呼ばれる炎に返し、1年間の無病息災に感謝する行事です。おととしと去年は新型コロナウイルス対策で儀式の一部が縮小されましたが、今回は2019年までと同様の規模で開催されました。新勝寺では正月三が日でおよそ300万人の初詣客が見込まれていて、マスク着用や消毒など基本的な感染対策を取った上で参拝するよう呼びかけています。この時間のニュースは以上です。遠藤さん、ありがとうございました。挨拶します。せーの、ピースオブピース、ニックです。11人組日韓合同グローバルグループの僕たちニックのポッドキャスト番組がスタートしました。はい、番組名はニックザワールド。毎週金曜日に最新回が公開されています。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションでチェック。聞いてね。The Radio Show。 面白いいやだ、カオル写真集。いやすごい、写真集置いてきました、ね、超面白い。あれ何これ、カオル写真集。くだらないな、この人。本当一人2冊ずつ、ねえ、ベタな裸エプロン笑っちゃいますね。これ無理だね。無理っすよ。これは笑わないやついないと思うよ。いやそうですよ。もう申し訳ないけどダメだよこれ。いやもう本当に、これもう本当に、いや本当にすごい、すごいねこの人。すごいですね、木に抱きついてるだけの写真とか。いやめっちゃ面白いよ。面白かったね今日の発掘しましょうは、波乗りトマトさん、今年から始まった発掘しましょうのコーナーの真髄を今日見た気がします。地下芸人の方は地下歴が長いほど輝きますので、来年も楽しみにしています。長いもん本当に、ね、トイレで冷蔵庫マンがメイク落とすとことは遭遇しました。まだまだメールお待ちしてます。小倉純です。快適生活ラジオショッピング、なんと明日またまたスペシャル番組をお送りします。お肉、海鮮などのお買い得商品を年内最後のご案内です。ぜひお聞きください。快適生活ラジオショッピングスペシャル番組は明日午前11時から。初詣は開運厄除けの稲毛浅間神社。継いだそばから気持ちほころぶ、だから売り上げナンバーワン、いい笑顔に丸、白鶴丸。飲酒は二十歳になってから。スクープ JCB。 先輩、 JCB がキャッシュバックやってます。またキャッシュバックか。またです。味を占めたな JCB。 まあ嫌いな人いないですからね、キャッシュバックは。
今度はアップルメディアサービスでミュージックもゲームも JCB カードを使うと 20% キャッシュバック。スクープ JCB で検索。長谷園の朝毛フリーズドライ、美味しさを瞬間凍結、さっと溶けて、あーマジうまい。くるねくるね、お味噌汁などフリーズドライ、朝毛だからうまい。Neste poema, um verso sobre dois sentimentos, a vida inteira lutarão por dentro. No coração rege a sua batida. Maior aliado, maior inimigo, lutar ou fugir tem que ser resolvido. Medo de errar, medo de falhar, medo da dor, até medo. Resposta só dada pela intuição. Entranhas.